はいどうも、今回はこちらアメリカレベルの25分の1ドミニクのチャージャーですね。なんか新作が公開されるっつって最近いろんなところであれみたいですけど、完全なドミニクのチャージャーになるわけじゃないんですよね。例えばこのロールバーの入り方だとか、ヘッドライトがね、このヒドゥンライトのこのまんまでこう開けた状態にできないとか、そんな感じではありますけども、まあ本当はね、これね、ちゃんとドミニクのチャージャーにしてあげたかったっていうところはあるんですが、まあちょっと自分の腕じゃいつになるか分かんないし、タイミング的にもちょうどいいかなっていうことでやっておこうかなと思います。確か AMT の71年のチャージャーはやりましたよね。うわ、これボディとシャーシ合体させるとき大変そうだな。これね、ボディとシャーシがこうやってくっついてたんですけど、あのね、外すのも結構あれだった。まあ顔面部品が別体でですね、後ろも一別ですね。まあこの辺はいつも言ってる通り、アメプラだとイヤーモデルに合わせてっていう話らしいので、そういう風だと思います。どうなのかな、 AMT のと比べて。今こうやってね合わせるのがね、ちょっとね、大丈夫かなこれ。結構きついぞこれ。これちょっと、まあ大丈夫、そうじゃ大丈夫とか。そっか、こうやって滑らすのダメだな。まあいいや、多分なんとかなるでしょう。シャーシはこんな感じですね。ユニバーサルスタジオじゃないんだこいつは。そらそうか、元々チャージャーとして売られてたキットにっていう風だと思うんですけど、2016年っていう風に刻印があるので、2016年に新規で出たやつなのかな。でフロアパネルですね。ドミニクのチャージャー確か内張り全部取っ払いの鉄板張りのだったと思うんですよね。アスタンドフューリアストレッドマークユニバーサルスタジオ、ユニバーサルスタジオやっぱ関わってるんだ。ってことはこれはドミニクのチャージャー用に作られた部品ってこと。この辺はまあいつもの足回りだとかバルクヘッドだとかラジエーターだとかその辺ですね。この辺はまあ多分普通のノーマルネスと共通でしょう。僕もヒーターユニットとかね、足回りの部品ですね。うおー、よじれてんなよじれてんなまあこれぐらいならどうってことないっしょ多分ね。インパネはなんかね、この説明書箱写真見るとこうやってデカールになってるけど、これは使わないのかな。ドア内張りも確かね鉄板張りだったような気がするんだけどな。まあこの辺はね、まあ、そういうキットだから、だからあの前の GTX みたいなそういう感じなんでしょうね。売れ行きの部品とか多分こいつはこのドミニク用だと思うんですけど、ドミニクのチャージャーにするためのパーツだと思いますけど、でシートとフロントボディのこの下のところですね。完成写真だとパテで埋めてんな。どうしようかな。ちょっと悩む。ね、エンジン周りの部品ですね。多分これもノーマルのエンジンにブロワーがつくだけだと思うんですけど、私はアメ車の知識が全然ないので、これも多分ドミニクチャージャー用のパーツですね。うおー、消火器一体成形か。ロールバーはここだけじゃなくて、また後ろもこうやってね伸びてたはずだから、そうか、サイレッカー、
でメッキパーツですね、オイルとかスーパーニャーニャーとか、リアバンパーがメッキの部品、これかですね。まあこれは全部塗り直した方がいいかな、バリも結構ありますしね。でもホイールなんかいい感じね。でも実車のやつだともうちょっとこう、まあいいや、やめとこう。またメッキパーツですね。本当はねここくり抜いてね丸4等にしたかったんだけど、それぐらいはしたかったけどな、ちょっと私の腕ではいつできるようになるかわからないので、まあこのまま組みますかね。でクリアパーツですね。まあ2016年の金型だったらそんなに苦労せず組めるでしょうと思います。テールランプはねクリアレッドの成型色ですね。まあこれもまあ塗り直しますけどクリアレッドで。縁は黒く塗らなあかんのか。デカールどうなってた。あれ、ああタイヤあったんだ。フロントがこういうねリブパターンのタイヤで、リアがドラスリですね。多分ドラスリでいいと思うんだけど、まあ普通のスリックと共通なんだけど、こっちは中空ですね。こっちは中空です。でデカール、デカール、説明書見るとちゃんとここにユニバーサルって書いてある。変わるとこ最近のレベル説明書に挟まってて、あったあったあった。こんな感じのようです。一応サイドマーカーとかのデカールもありますね。のまあこんな感じのキットですが、まあだからドミニクのチャージャーっぽくした70年のチャージャーですね。じゃあこれを組んでいきたいと思います。ダッチチャージャーのスーパーチャージャー、チャージャーのチャージャーですね。別に笑うとこじゃないです。まあこういう風にね見てもらうと分かる通りバリがありましたので、まあ今回はもう塗り直しっていうことでもう削っちゃいました。メッキをねまた漂白剤で落としちゃいました。で、これで状態でこのバリどうやって処理するんだ。バリをこうやってちょっとずつちょっとずつね処理して、ちょっとむしるような感じじゃないとこれはきついかな。よいしょよいしょよいしょ。でまあ塗り直すような感じにしたいと思います。でまあメッキの下のこのプライマーですね、プライマーの部分をこうやってちょっとずつね削って、本当はこれちゃんと塗装まで落とせるようなねものを使えばこんなあれをしなくていいんですけど、こうやってね削って、でバリを落としつつ削る、これさで、まあこの成形状のね出っ張りとかもあったりとかするんで、こうやつを落としてあげないとしっかり接着はできないですよね。
でも比較的新しいキットだからか、前後間違えたりとかそういうことが起きないような配慮はありますね。例えばこの1機目のピンですね、ダボのところがちゃんとこうずれてたりとかするので、これを間違えてつけることはないかなというふうに思いますけど、こういうふうにちょっとずつちょっとずつ削って、で塗装の方をねしていきたいと思います。まあ、ここからサフ吹いて黒塗って、いつものようにあれスーパークロームシルバーツを塗ってっていう風ですね。でこのチャージャーのスーパーチャージャーのこのスロットルボあのバルブのところですね、ここにはデカールがついてますんで、まあ、デカール貼るか塗っちゃった方がいいかな、色をちょっとた垂らしてねやるような感じにしようかなというふうに思っています。この顔面部品なんですけど、ここの黒くなるところね、こっから黒くなるんですけど、ここべったりにしといてよしゃあないのでやっていきます。マスキングして、でその上からマルチプライマー吹いて、まあ、メッキを生かしたいんですけど、ゲート跡が思いっきり見えちゃうっていうね、この上のところ。横はね、アンダーゲートになってるんですよ。いやー、そうするなら、そうするなら、上もアンダーゲートにしてもらいたかったなーとか思うんですけど。まずはこの上のところを貼ります。貼って、切ります。で、この真ん中のところに刃を入れます。ここで分割してあげるんですね。分割して、で次にこの横のところを押さえます。いっぺんにやらない理由はどうしても貼っちゃうんだよね、ピーンってしちゃうんで、それを防ぐためにピーンってしちゃって、でうまいこと貼れないのを防ぐためですね。で切ります。で反対側次いきます。でこの折り込む時にもこうなるべくねシワが寄らないように気をつけながら、ヘッドライト開けた状態の方がかっこいいんだけどな。というか開けた状態の方がドミニクのっていう感じはするんですけどね。この辺ね AMT のこのドミニク仕様のやつはね、ちゃんとライトが開いた状態になってるんですよね。下も同じようにいきます。まずはこの下のところを貼って、で切れ目を入れ切ってあげる。で切ったら
れ目を入れて、よいしょ、あ、次は横、よいしょ、でこうやって切って、また上と同様にあまり力がかからないようにね、折り曲げてあげます。そしたら次ここのナンバープレート、ナンバープレートのところも塗っちゃいます。切って。このナンバープレートの端っこのところ、ここに刃を入れて、刃を入れて曲げます。で剥がしてあげる。で前後のナンバープレートは、塗ってからデカールを貼って、でクリアコートっていう感じにしようかなっていうふうに思います。ちょっとめんどくさいですね。今回サイドマーカーデカールはあるんですけど、デカールではなくて塗装でいきたいと思います。用意しているのはこのガイアのクリアオレンジとクリアレッドです。でただこういうシルバーの上から筆でね、まあ、これから塗っていくんですけど、塗ろうとするとどうしてもね、そのシルバーの層がこのシンナーによって、この中に入っているシンナーによって、こうどうしてもシルバー系っていうのは塗膜が薄いので、薄い弱いので、筆でこうガチャガチャガチャってやっちゃうと溶けちゃいます。でどうするかっていうと、色を垂らします。よいしょ、よいしょ、筆にちょっと含ませて、乾くのに時間かかっちゃうんですけどね。それで色を塗るというよりも色を置いていく感じで、今回のこのチャージャーのサイドマーカーに関しては、この枠のね部分が塗料のダムみたいな感じでね、流れ出るのを防いでくれるので、結構多めに塗っても大丈夫かなっていう感じです。で気をつけないといけないのは、気泡入っちゃってますけど入っちゃったら意味ねえじゃんって話なんですけど、気泡をなるべく入れないようにすることですね。この筆のこの筆で取るときにね、あ、はみ出して、多少はみ出してる、塗るっていうよりも色を置くイメージでやってあげると、はみ出しかっこ悪いな、まあ仕方ない、これはこれ以上どのこのやるとたぶんだ、まあ本当はこの縁の部分をちゃんとマスキングしてあげてブシューって塗ってあげるのが一番いいんですけど、今回はそこまではせずに、こういう感じでね、よいしょ、こういう方法もあるよ的な感じで紹介させてもらいました。だから
あんまり塗料を筆に含ませすぎてもはみ出しちゃうんで、そこら辺は気をつけないといけないですし、あとは面相筆使えますけど、面相筆を使いますけど、その面相筆もあんまり太すぎない、かつ含みが良くてという筆を使わなきゃいけないんですけど、この筆あれだな、毛先が広がりだしたな。まあこんな感じでね、置いてあげるといいんじゃないかというふうに思います。ちょっと乾かすのに時間がかかるので、このまままた乾燥機入れます。ここまで組みました。とりあえずはそんなに合いが悪いっていうことはないっちゃないんですけど、このフロント周りですね、説明書だと、このコアサポートの部分なんですけど、こうやって普通になんかはまるような感じになってるんですけど、このコアサポート、ラジエーターの下側の部分、ここをですね、このフレームの中に入れなきゃいけないんですよ。で、つまりこういう風に入れなきゃいけないんですよね。こういう風になんですけど、左右の出っ張りが結構ギンギンキツキツで、こうギュギュな感じでグッとグッてこう、わー外れそう、怖い怖いみたいな感じになってきました。で、あとですね、このフロントのアブソーバー、ショックアブソーバーなんですけど、ここがフェンダーがここまで来てるでしょ。で、普通にこの組もうとするとこの中に入っちゃうんですよ。アブソーバーがね、中に入っちゃうんで、それをよっこいしょっていう風にしてあげないといけないから、だから説明書だとこういう風にね、後で組むようになってるんで、これだったら問題ないですよ。自分みたくシャーシにこれ全部くっつけちゃってってやろうとするからそういう風になるんですけど、で、ここをなんとかよっこいしょってくぐり抜けたとしても、今度はフェンダーとフレームの隙間がちょっと空いちゃうんで、それを無理くりむにゅってやって、見えるかな、瞬間接着剤で止めてあげて、その上からセメダイハイグレードもりもりっていう感じにしました。で、その後に今度フロントのアンダーパネルなんですけど、まあ、ここも多分前のところはピッチリ来てれば問題ないと思うんですけど、まずピッチリ来なかったので、それをぐにゅってこう曲げつつ、まずは片っぽ側クチュッてつけて、瞬着チュッと流した後のセメダイハグレードモリモリモリで、ここが乾いたら次は反対側こうぐにってやって、瞬着ブニュってやって、もうセメダイハグレードムニムニムニュっていう感じで、なんとかって感じですね。で、エンジンがなんか知らんけどうまいこといい位置来てくれない。なんなのあなた。多分ね、ステアリングギアボックスが噛んでると思うんだよなっていう感じですね。で、これからタイヤとかつけてくんですけど、ドイツレベルのこのチャージャーの箱の写真と、アメリカレベルのチャージャーの箱の写真で、このホイールの出面が違うんですよね。ドイツレベルの方が外出てるんですよ、両前後ともね。どっちが本当なのというふうに思ったので、ちょっと一回合わせてみようかなというふうに思います。仮合わせしてね。で、今回のやつはここに、このホイールの内側にこういうプレート状の部品をくっつけて固定するような感じです。まあプレート状の部品のとこにピンを入れて、ピンをこう差し込んであげてムニュっていうふうな、ピンを入れてくっつけて、あ、こっちか、くっつけてからつけろっていう感じなんだと思うんですけど、まずまあそれだとガタが出ちゃってひどいことになっちゃうと思うので、一回この状態で合わせてみます。何を言ってるかわからないと思うんですけど、大丈夫、俺も何言ってるかわかんない。ドイツレベルの方が調整してますな。アメリカレベルの、ドイツレベルだとこの辺なんですよ。この辺か。でも原作イメージだったらこの辺ぐらいの方がいいのかな。こう張り出してる感じじゃなくて、こうちょっと入り込んでるぐらいのが多分っぽいと思います。それっぽいと自分は思うので、ギアはこのまま、キットのまま、フ
フロント。フロントはね、ドイツレベルの方がかっこいいんだけどな。ここか。これならこのまま行ってもいいな。ちょっとなんか、これならこのまま行きましょうか。この位置なら十分かっこいい。じゃあつけます。さっき言ったのは、先にこのプレートつけてからこうやってはめようとするとガタが出るって言ったのは、多分ね、このピンがね、しっかり入ってくれないと思うんです。このピンね、これね。なのでピンを入れて、例えばね、これね、ホイールどっちが正しい？あれ？これリアか。63がフロント？あーってことは、ドイツレベル63と68の部品逆に入れてんだこれ。多分今のこれ間違えてますね。この63がフロントだと、フロントだとこうなんだ、この位置ね。でこっちがリアだと、リアはそんな変わんないか、多分厚み的に。ドミニクのチャージャーってフロントもうちょっと低いよね。これぐらいだよね。ちょっとかぶるぐらいがいいんですけど、ちょっとこれ調整するのもしんどいんで、まあ、これでいきますか。どうしようかな。ちょっと出す、フロントはちょっと出して、それでごまかそう。どうしよう。これだと多分キャリパーに当たるんだよな、フロント。ワッシャー買ってたっけ、ワッシャーだっけ、足りるかな、ワッシャー。あとはまってくれるかな。こんなもんでしょ。でどういうことかっていうと、ここでつけるでしょ。そうするとこのピンの遊びがないわピンの遊びないわ。じゃあいいや。2、3枚かますか。とりあえず3枚かまし、3枚かましで行ってみるか。髪が甘くなるかな。キット自体はそんなに組みにくいことはないかなというふうに思います。さっき言ったそのフロント周りの、その足がうまいこと入らないとか、そういうのはありましたけど、足じゃないよ、ボディがうまいこと入らないとかありましたけど、ありましたけど、それほど、まあ、キットが新しいだけあるのかなっていう感じですね。出すぎるな。2枚だと1枚飲ませでもいいかな。2枚飲ませだと2枚でいくか。じゃあ
ちなみにここは一回バリトリボー G で削ってます。あのホイールのね内側のこの部品がくっつくところ、そうしないと。あのメッキパーツがねしっかりくっついてくれないんで。でリアは、リアは2枚ぐらいかますか。リアも2枚かましていこう。多分それで、多分でも劇中イメージだと結構入り込んでるんだけどな。ただこれはちょっと入り込みすぎかなって自分は思います。諸説あります。あーリアは2枚かますと届かんな多分これ。あーでも2枚かましでいいとこぐらい来るかな。よし、じゃあ2枚、リアも2枚かましでいきましょう。ドラッグスリックのねこうたわんでる様子とかは、ラストのレースのスタートシーンみたいな、こうドラスリがこうたわんでこうウィーリーさせてるね。まああれはあのこの下にねこう持ち上げるプレートが用意してあったらしくて、それでこうあんな激しくウィーリーしたような感じになってるみたいですけど。ちょっと車高高いな。でまあこんなもんでもいいかな。かっこいいっちゃかっこいいかなという感じでね、車高を決めて、あと細々したものをつけて完成までいけるといいな。ボンネットうまく閉まるかな。いつもの件悩むところです。じゃあ完成までいきたいと思います。はい、アメリカレベルファスト&フューリアスドミニク1970年ダッチチャージャー完成でーす。ライトよヘッドライトよ。それだけで全然ドミニクのポス、ドミニクのチャージャーっぽさがないっつーか、なんか残念だなーっていうふうに思ってしまいますけどもね。まあ、途中でも話しましたけれど、劇中車そのまんまの仕様ではないですね。例えばロールバーの入り方とか、まあ、ヘッドライトも特にそうですけど、そこがね、ほんとな、なんか悔しいっていうか悲しいっていうか、本当はそこまでやりたかったんですけど、まぁ、ちょっと、自分にはやってられそうじゃないかなってことでもう組んでしまいましたけども。AMT の再販してくんねえかな、無理かな、半券の関係もあるんでね。斜めっていうな。こうしてみるとデフのカバーがいい感じのアクセントになったな、我ながらよくやったなって思いますけども、我ながらね、自分は勝手にそう思ってるってだけです。ナンバーこれだったかな、多分半券取ってやってるやつだからこれだったと思うんです。これかなっていうふうに思うんですけど、また見直さないとな。トレットって書いてあるやつは確か AMT のキットはトレットっていうナンバーじゃなかったかな、ちょっとかな、今パッと思い出せないですけども、まあこんな感じでね。まあ今回はボディカラーも黒なのでサササという感じではありますけどもね。でまあテールランプとかはちょっと塗り分けとかはしましたけども、まあそんなとこかな。特に触ったりしてはいませんからね。まあ普通に組んでこんな感じです。エンジンはね劇中でもっといろいろ配管とかがついてたりとかして、もっとごちゃごちゃっとした感じのね
エンジンではありますけども、まあプラグコードもついてないしな、つけてないしな、まあ最低限こんな感じっていうところですかね。まあとりあえずこのスーチャーがちゃんとついてるところは、でもこれがなかったらっていう気もしますんで、最低限これが再現されてるなっていうのはいいかなと思うんですけども、本当はもうちょっとディティールアップしたかったところではあります。パールオレンジのスープラ並べてえなAMT のやつがなあ、あれはちょっとねえ、 AMT 日本車がちょっとな、日本車がっていうかまああれなので、まあタミヤのやつをベースにトランスキットとかかな。でもこれスケールがいくつだっけ、25分の1なんで、まあ言ってこのぐらいのサイズだったらタミヤの80スープラ横に並べてもそんなにあるか違和感、スープラとそんなに全長が変わらなかったらんっていう気はするかっていうところはありますけどもね、ちょっと並べたいなっていうことも思いましたけども、やっぱ完全再現したいなでは思いますけど、まあちょっとそこまでは当たりの腕ではっていうところなので、とりあえずは今回はこんな感じで、組み立てに関してはまあアメプラの中では簡単な方かなとは思います。ただ国産キットのイメージでは組めないっていうところはありますんで、まあ国産キットがもう一通りもう組みから貸してアメプラちょっとやってみようかなって人ならいけるかもしれないと思います。かな、まあ紙あの部品の缶合自体はそんな悪くもなかったですし、まあ、ちょこちょことね部品の変形とかはありましたけども、まあアメプラならこんなとこかなっていうちょっとこう一工夫二工夫はいるかなっていう感じではありますけども、こんな感じでね組むことはできましたので大丈夫、元気があれば何でもできる、というわけでね今回はアメリカレベル25分の1ファスト&フィリアス、ドミニク1971、ドミニク1917ダッジチャレンジャーでした。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。